今回俺と巨人の激闘の143日物語実況83回目かな、後半戦シーズン突入ということになるからね。残すはシーズンのゲームは50ゲームちょうどということになってます。まあ、その中で前半戦を終えて現在は3位で1位とは9ゲームももう空いちゃっているわけやからね。まあそういう展開を作ったのは私ですから仕方がないね、下手くそなんやからね。まあここから優勝するためにはもうどのチームにもこの50試合すべて勝つ勢い勝っていかなければ、まあ、優勝はないかなと個人的に思ってますので、まあこれまでも力を入れてやってきたシリーズですが、これからは今まで以上に力を入れて、なんだったらクソを漏らす勢いですね、やっていこうと思ってますので、ぜひ皆さんも楽しんでみてくださると嬉しいです。後半戦初戦のカードは広島3連戦ですね。前半戦では7勝7敗1引き分けと全く五分五分の対決をここまでしてきているわけよね。互いに譲らずやってきたが、ここからは違う。一方的に巨人が勝つ。2位の広島が勝てないようじゃ優勝なんて絶対に無理ですからね。もういきなり負けるような展開を作り出さないように、もう気合を入れてブリブリとやっていきますのでね。もう1戦目からエース投入です。相手も野村というエースを使ってくる。なんならばこちらも菅野。前半戦はたったの1敗しかしてないですが、なんか大事なマウンド任せて打たれるイメージが多いので、まあ、今日はそういう裏切りはなしにしてもらいたいね。任すということは抑えろということだ。で、後半戦はこの投手メンバーでやっていこうと思います。前半戦によく使ってた選手たちなんですけども、これから2軍に落とすことはなく、もうこいつらと共に進駐する勢いでね。後半戦開幕だっつってんのにやる気のない選手がちらほら目立つ。山木に長野、主力がこんな調子じゃお前使えんだろうによ。打線のオーダーはこのようになりますね。長野が今日絶不調なので代わりに馬淵を、そして岡本今日4番起用でいこうと思う。調子も良さそうなんでね、長野の代わりにいきなりいい活躍してもらいたいですね。1戦目チームのチャンスピンチに注目だ。負ける展開を作らないように勝つだけ。さあこれが後半戦の初戦。いきなりつまずくかずっこけるか、それともいいスタートを切るか、非常に大事な1戦目ですね。後半戦のその命運がかかったゲームだと思いますので、まあ、そこで任したのは菅野。どういうピッチングをするかだよね。広島打線も怖いですから。まあでも言うほど、あれそんな打ってなくないそこまでの怖さはないけどね、数字見る限りはね。さあいきなりチャンス。まあここはもうお得意の形で、はいはいはい、バントで三塁に進塁。それは分かった。そこから何をやる、いつものパターンやで、ね、何の面白みもないね。おーでパスボールで、はーい、ちょっと意外な展開ですね。ゴロゴロゴロで取るとこなんですけど、ここはこういう形で取れちゃいましたわ。ははー、相手のミス。まあ、夏場ですからね、疲労もたまりやすい。まあ、このパワープロには疲労システムはないですけどね。まあ、でも、ミスは目立ち始めるよ。この時期っていうのはね。あー、もう少し、三塁線寄りに打ててたら、もったいないな。いい打球ではあったんだけどね。さあ今日は8番に小芝。本当ね、ちょっと後半戦からやる気のない選手が多くて、俺もげんなりしてるんですけどね。俺も顔は青色になりそうだわ。初戦だからこそ力を入れてね、みんな頑張らないとダメなのに。もっとやる気出してよ。ちなみに現在前半戦からの連敗が続いてますからね。横浜戦、阪神戦またいで今5連敗中ですから、今日負ければ6連敗になるんだよね。それを阻止するために頑張ってるんだから。1点は取れた。うーん、ピンチで、ここで対菅野キラーの田中か。うわー、もうこれね、どれだけ菅野得意なんだよ。得意レベルとかじゃないでしょ、もはや。なんか菅野の秘密のネタを知ってるとしか思えないよね。だから打たれてんだよ、弱み握られてんだよ。わー、でこれは打ち上げられて距離的にはもう十分だね。1点がすぐさま台無し。あーもうちょっとこれはやっぱ田中を抑えたかったところではあったよね。ほんでここも簡単に犠牲フライは与えたくはなかった。まずいな、相手も野村ですからね。2点目なんてやったら負けるなんて言う前から打たれてる。もうエースは期待を裏切る。俺だから菅野そこまで威圧感ないの、そこまですごいピッチャーだとは思わないの。こういうとこあるから。ペースというのは相手のピッチャーよりも失点しないやつのことを言うんですよ。相手のピッチャーよりも先に失点するようなピッチャーはエースではない。ああ、前世紀の上原戻ってこねえかな、急に。タイムマシンだね、ドラえもんとかいねえかな。いてくれたらいいんだけどね、今うちに一番必要な存在よ。打たれた以上はもう自分のバットで取り返すしかないと思うので、もう菅野で打ちますよ。打たなきゃね、ここは。命令だ。うわー、2球仕留められなかった時点で敗北なような気がする。いや、そうでもないね。この打球は頭超える。自分のミスをバットで取り返した二刀流だ。
たびたび菅野の二刀流っていうのは話題になるよ。ここでもか。野村から打つお前ピッチャーなんてあまり聞いたことないけどね。投げました。よーし、これも落ちる。落ちる落ちる落ちる。落ちるーじゃないのね。なかなか鈴木誠也の守備範囲が広いね。センター守ってるんだけど。ぶっちゃけ丸より驚異的かもしれない。丸より範囲が広いような気がするね。打れんなよ。うわー、ピンチだー。一番の踏ん張りどころでバッターバチスタだぜ。代打で出てきやがったよ。スタメンで出ない理由がわかんないけどね、この成績なんだから。踏ん張りどころだ。絶対に打たれてはならない。引っ張りシフトでいこう。まずはスライダー。で、フォーク。おっ2球で追い込めた。ならばスライダーで振ってこないんだよね、このレベルは。スローカーブもう振らない、なんなら振るって感じやけどね。フォーク、おお、瞬発った。まあここまででしょうね。これ以上の引っ張りはいらないと思います。さすが菅野、やっぱエースやで。手のひらくるくるやで、俺のもね。みんなそうだろ。で、ここで鵜飼が出てきましたね。鵜飼は中継ぎ起用ですから、抑えることを信じて任したんですから、当然抑えてくれるよね。さあ問題、宮国さんですね。抑えましたね、いいぞ。ここでさよならを決めたいんだが、延長いったか。あー、もうちょっと取れない流れ入ってるね、これ。やったら負けるよ。ちょっといきなり引き分けという展開もいらないけどね、こっちからしたら。あー、いきなり引き分けゲームで終わった。白黒つけれないというのはモヤモヤ感半端ないけどね。まあ負けなかった分偉いわ。そこはね、前半戦はこういう試合はあっさりと落としてたような気がするので、後半戦はちょっとは違うなというところをいきなり見れたのはいいけどね。ただやっぱ勝ち負けはつけたかったよ、初戦なんでね。今季2引き分け目ですね。これで横浜が勝ってるとまたゲーム差が開くので。あ、負けてくれましたね。ナイス、ヤクルトありがとう。投手王国ヤクルトですからね。素晴らしいね。 8.5 ゲーム差ちょっとでも縮めることができました。そのちょっとがこれから大事になってくるからね。おい、で、岡本が大幅能力アップ覚醒きたー。ようやくか。3年待ったぞ、3年。待った、すでにようやく来ましたね。あー、だいぶ上がってるね。パワーだけでも12上がってますから、その他走力も上がってる。ミートがたったの4ですか。ちょっと少なすぎるね。まあ、元がひどすぎた分です。これでもね、だいぶ強くなったのは間違いないんですけど、もっとミートの部分で覚醒してくれたらね、確実性っていうのが上がったと思うんだけど、まあでもようやくですから、ほんと我慢して我慢して我慢して使い続けた結果のこの覚醒ですからね。いや、もっともっとスタメンで使っていってもいいかもしれない。やっぱうちのチーム一塁手三塁手っていうのが弱点なんでね。まあ、本当岡本の覚醒が今後後半戦何かいい流れを呼び込んでくる可能性ありますね。続いてのゲームのベストオーダーはこんな感じ。そして今日はですね、チームのチャンス&覚醒した岡本に注目していくよ。やっぱパワーが上がったことによってさらにホームラン打つ可能性も広がったわけですから、まあここまでは3本と決してすごい数字でもなく、我慢して使ってる割には全然打ってないが、まあこの覚醒した岡本でいきなりその覚醒プリっていうのを2戦目に見せて、ただ岡本で打つだけじゃないよ、当然勝ちというものがついてこないとダメですから、あくまでもチームの勝ちだけを求めてやるので、岡本の活躍はあくまでもおまけだ。いくぞ。でも岡本が活躍して勝ちたいゲームにしたいんだけど、いきなりのこの得点はないだろう。簡単に失点するんだからね、前半戦からずっと。その後抑えるっていうパターンが多いんだけど、失点の仕方が最悪よね。数字ではいいのかもしれないけど、内容で見てるファンからしたらね、全然評価されないパターンだな、うちの先発陣はね。あまりにも脆すぎる。簡単に失点しすぎる。さあ、もうこれ1点取られた以上はね、この岡本のバットでやるしかないですから、まあ、パワー C ですからね。芯に当たれば間違いなくスタンドインできるんだが、問題はその芯に当たるかどうかかな。いやー、足らない。やっぱミートもうちょっと上がってほしかったよな。覚醒した割には全然上がり幅少なかったから。で、これもアウト。全部取れる範囲に吸い込まれていく。嫌な野球をしてます。これはどうだ。二塁も抜けない。これも取れる範囲ね。 2-0 で負けてる。どうすんねんこれ。いや、やるしかないだろ。勝つしかねえんだよ俺たちはね。全然取れてないよこれ。ちょっとなんかきっかけが欲しいわ。いや、もう覚醒してねえじゃん全然。そんな凡退見たくて今日お前に注目したわけじゃねえんだよ。
ちょっと待って、クリーから1点も取れないうちの打線。このまま終わっちゃダメだよ、普通に。普通にあかんわ。絶望的や、後半戦。よし、来た。まず1点は返せるかな。あー、いけるっぽいですね。まず1点です。振り出しにもなってないから。スタートラインも立ってないから。まだです。もう1点取らなきゃね。さあ、勢いのままに岡本で。結構いい場面で回ってきたよ。何もかかわらずこの凡退か。昨日ね、我慢して覚醒したが結局クソじゃねえか。ミートクソすぎてよ。話にならんぜよ。もうええねん、岡本はどうでもね。まず2点目取る。振り出し戻す。そこだ。負けちゃダメだ、これ。よし、来た。フェアゾーン。もう、切れんなよ、本当に。無理。絶対来ると思ったけどね、全力でね。CP のパターン、大体もう分かってきたわ、3年目なんで。分かってたけど、打てなかった。代打ですよ、当然、ここは。中井で。調子もいいしね。代打で打ってくれてる。代打じゃなくても打ってくれてるわ。岡本よりこっち使うのが正解だよ。よし、これも切れる。吸い込まれとる。ボール吸い込む機会があそこにあるとしか思えない。これは抜ける。ホームホームホーム、うっと行きたいが、これ足遅い。ダイソー送っておくべきだった。もうこういうとこが弱いチームなんだよ。もう采配ミスですね。完全2点目取りに行く気持ちがあればあそこでダイソー送るよ。三塁ランナー宇佐美ですね。足遅すぎるわ。よし、でもいいや、結果取れたんでね。はい、2点目同点。粘り強さ出ましたね。追いつけたよ。よし、落ちる。あー、ダメだ。もうなんかセンターに打ったらアウトになってるけどね。いやー、まあ追いつけた、追いつけた、それはいいと思う。2イニング連続得点ですね。3イニング連続なるか。いや、来ないな。またこれもつれて、そういうパターンか。さよなら決めたいが、ここからチャンスが来ないの。ほんで先に失点許すの、こっちは。はい、沢村さん出ました、出ました。はい、でチャンス来ましたね。もう狙うは一撃です。劇的な一発を狙いましょう。それしかない。に抜けて1点は返した。まだまだね。もう沢村失点してなかったらさよならじゃねえかよ。後から言っても何も意味ないけどね、それ。何の意味のないたらればですよ。亀井が幾度となく打ってくれてる。もう託しますね。調子は悪いけどもう託します。落ちろ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 。うわー、下鶴が取ってゲームセット。あれが落ちないか。いかに運がなく実力がないか分かるよね。流れがもうこっちに来てないもん。勝てない流れだもんね。いきなりクローザーが打たれて敗れるという展開をね、後半戦2戦目で作り出したくなかったですけどね。ほんと沢村さえ失点してなければ。ま、失点する男なんでね、仕方がない。でももう今季はこいつと共にもう、進駐する勢いでいきますのでね。はい。相沢によりにもって今季1号を生まれての2点許すというね。岡本に注目するも打てねえし、ただこれ横浜負けてくれたんでゲーム差は変わらずですね。ヤクルトが頑張ってくれてる。そこは感謝ありがとう、ヤクルト。同じ東京のチームですからね。なんか一致団結してますね。で、今日から8月突入。月間 MVP、もうどうでもいいけどね。DeNA の都合。え、この打率で取れんの？まあ、本塁打がすごいからね。で、薮田、柳田、すごい打率だ。セパの、お前、野手の打率おかしいだろ。同じ MVP とは思えないけどね。一勝もできずに、この後半戦開幕カード2戦目を終えて、さあ、残すはあと1戦。もう、勝つしかないですね、ここはね。ベストオーダーこんな感じで、最後はチャンスピンチに注目したいと思います。相手は月間 MVP を受賞してる薮田ですから、まあ、とんでもないピッチングしてくるのはわかる。ですから、その薮田を打ち、そして中川で守ろう。プレイボール。いきなりピーン。早い。世界で一番早い男、お前やったんか。まあでも失点するのが早い男では中川はないからね。ピンチ作るのは早いかもしれんが、そこから抑える。打ち上げて、ちょっと勝負で行くつもりはなかったんだが、まあ結果アウト取れたんでいいか。よかったよかった。アウトソーン、死んじゃないのね、フォアボール。次の阿部も怖えぞ。あ、でも対左苦手な部分あるので鈴木誠也よりかは抑えやすいでしょう。取って、セカンド吉川、いきなりビッグプレイ。
いつも見せてくれるね、守備の人やから。打つ方では全く期待しとらんけど、守備ではこれや。シンプル拍手しか出てこねえって感じ。でも打つのも仕事な人やからね、できれば打ってほしい。まず1点取ったね、やぶたからよくやったよ。ま、言うても1点や、全然不安しかないで。ほらもう簡単に許しすぎなんだよ。せめてピンチを作ってくれ、そしたら俺がプレイするからね。俺がプレイする前に打たれたらもうそこどうしようもないのでね、あまりにも脆すぎるわ。ちとひどいよ、うちのピッチャーさっきからずっとね。失点数自体はそこまで多くないのかもしれないけどね、あまりにも失点するタイミングが悪すぎる。まあ、やぶ台でから1点取るのもやっとなチームがよ。2点目取れるか、取らなきゃね。ノーアウトランナー2塁、取れるよ。ああもうよりにもよってそっちにゴロ打つなよ、どんなセンスや。あーで宇佐美に今季第1号が生まれたんだね。それでの1点か、いやすごいね。この男ももっとすごい活躍期待してるんだけどね、岡本みたいに覚醒をね。それは未だない。あここも最悪、進塁打にもならないゴロを連発する男たちがうちのチームに揃ってます。あーもう最後までクソボール手出しに行くっていうね、クソボール大好きマニアやから。ああもうクソボール見た瞬間に、あクソボールや、振りに行こうってなるからね。無理やこれ、1球ドロップで、はいで合わされてヒットで、ホームは行かれないにしてもランナー満塁でバティスタ鈴木を迎えるからね。これどうする、いや抑える。ターニングポイント、ここはもうゲッツーですね、ゲッツーシフトでいきましょう。取れたら理想的、取れなきゃ知らん、取れなきゃ終わるだけの話だ。ナイス。インコース反応してこない、全力もう反応してこない。見る見ないの話じゃないだろもはや、それを超えてるね。吉川は取れた、これで2アウトなんですけども、ちょっとここでピッチ早いですけど交代で右行きましょう。左得意な選手ですから、ここは篠原で行きたいと思いますので、任したということは抑えろ、お前も同じことやからね。防御率は 5.49、 そんなんじゃあかへん、わりかしひいきして使ってきた選手やけどね。さすがに我慢できずに1回2軍に落としたが、もう一度1軍に上げたんだ、絶対に抑える。もう1球スライダー、あーしで、ここはもうシンプルに落とすだけで抑えられないんだよねこの手のバッターは。それを見てくれで、あい正面助かった、終わらなかった、大丈夫、まだ命あるあるある、生きてる生きてる、終わったと思ったけどね。さあ取ろう、でまたピンチだ、もう篠原が打たれる。あのピンチ切り抜けたやつもその後簡単に抑えてくれるでしょ普通は。あーでセンター前に落ちてホームは行かれない。まあここは山木の肩力の強さというものがもうセリーグの他の球団に知れ渡ってるからね、もうほとんど行きませんよ。ただピンチだ、もう全身で行こうかな、ここは。あー盗塁できた、小林ならなんてね、宇佐美ですから今日は。はい三振、オッケー。で次ピッチャー薮田に代打は送ってこないからね、ここはまあもう続投でいくでしょう、当然の話ですね。まあ2アウトで外野前進で、まあその薮田に打たれたらクソダサく優勝がなくなるんで、ね、オッケーオッケー、はいはいはい、当てて取って投げてアウト、アウトになったんだから何も言うことはない、言及する必要はないでしょうね。さあ6回終えて1対1です。薮田続投で来てこっちも打てないな、ほんでまだピンチだし、もう篠原引っ張りすぎだろ、帰ろや。誰で行こう、姉妹で行くわ、バティスタの前でピンチを作るっていうね。中継ぎリレーですよ、ここはガチで勝ちに行くんでね、次のゲームもあるんですよあるんですけども注ぎ込みますから、第9絶対に抑えろ。初球見送ってストライク、第2球ボール、カウント1ボール1ストライク、投げた、ボール。もうちょっと待って、制球クソにならないでこのシチュエーションで、カーブはボール、あかん、鈴木誠也とんでもないピンチに回すことになるわ。もう最後パームですね、それ振らなきゃ知らん、振ってヒットになってきたらもっと知らんわ。はあ鈴木誠也丸前のバティスタで打たれる、
はい、中継ぎです。2試合続けて中継ぎクローザーです。まるで自己紹介してるかのごとく打たれるというね。もう絵で散々お前らの名前知れ渡ってるから、打たれるやつとしてね、誰にアピールしてるんだ。打たれるアピールなんてこの世最も必要ないわ。行く、うわー、フェンス直撃。こんなとこでチャンス来てももう遅いんだよな。打てなさすぎだね今日のゲーム。あー、よしよしよし、広げた広げた。ホームはちょっとここは確実に点取りたいので、バッター亀井途中出場ですね。今日は絶不調なので外しましたけど、なあ、まあ1点は返したが、ただ3点を取らなきゃダメなのね、うちのチームね。まあでも1点返すことが大切なので、まずそこはね、坂本で3点目を取れれば。あーい、ダメなんで、そのカウントでそのフォークを打ちに行くのか、バカかお前は。希望ゼロやで、そんなことしてもね。当てて取ってアウト。さあ残すは9回です。もうなんとか1点取ってくれることを信じるのみですね。4番から始まるとこだ。宇佐美がまた一発打ってくれたらいいんですけど、そんな可能性はないですね。はい、後半戦の開幕カードになったこの広島戦、一度も勝てずにということになりましたね。これで前半戦からまた、7連敗ですか。あっそう、負け続けるね。はい、そしてついにね、4位転落ということになりました。あまりにも負けが続きすぎたのでね、ヤクルトに追いつかれたよ。そのヤクルトは横浜をスイープしましたからね。まあ、そのおかげもあってかゲーム差はね、まだ 8.5 ゲーム差のまんまですけどね。はい、こういう展開になりましたと。その横浜をスイープしたヤクルトとの3連戦、これから始まるからね。ちなみにこの戦いは3位攻防戦にもなりますから、勝った方が3位。そして負けた方が4位に転落ですね。今巨人が4位ですけど、まあ勝ち越し次第ではね、上に上がれますから、もうやるしかないよね。まあ勝ち越す勝ち越さない、3位どうのこうのよりもまずこの長い連敗を止めること。今日負ければ8連敗やで、ほんとシャレにならへん。もうすでにシャレにならない状況やで、これね。はぁ、もう勝ちます勝ちます勝ちます。横浜が今負けてくれてるんでね、その負けてる間こっちが差を縮めていかないと優勝なんてないんだからね。ただ勝ちたい気持ちとは裏腹に、1戦目から相手は前剣を出してくるというね、ガチできとんな。まあでもその前剣を打たなきゃ勝負にはならないんだからね。今日はチームのチャンスに注目して、このベストオーダーで1戦目やっていこう。プレイボール、やるなよ、取るのはこっちだ先にね。よし、このチャンス、まあもうここは確実に送りバントでランナーを進塁。ほー、そしてここから取る、取らなきゃ、そのための送りバントだ。何のための送りバントだったんだって後で振り返らないようにね。あ、このための送りバントだったんだっていう展開を作り出そう、自分のバットでね。やばいかも。投球、これから5球目。あー、いい、うまく当てたね。いやでも雄平の肩、ここはどうだ。よーし、ちょっとそれてくれた分のセーフやね。もう完璧な送球だったらアウトだわ、タイミングはね。やっぱライトの雄平の肩力がパないんでね。あ、雄平ちゃうわ、これ誰だ。右投げですからね、ちょっと誰か分かんないが、まあどっちにしろ肩力はいいわ。エース、これも山田は取れない。エース頭越えての2点目。意外も意外、マイケンから2点取れたよ。連敗を止める時がやってきたね。今日です、今日止めなきゃ。どこで止めるんだ。青一金4点、十分だ。もうこれはさすがに勝ったよ。さすがに中継ぎクローザーもここから打たれるような展開はないでしょう。いや、あってたまるか本当ね。さらまだまだ取れますしね、これだ。よし、小林もタイムリー、さすがツバメキラー。対ヤクルトは強いよ。5点目。はい、来た、これもヒットで、今日小林3安打2打点の大活躍で6点目。さあ7回を終えて6対1、一方的なゲームだ。そして最後抑えてゲームセット。よーし、まあ今日は投手もそうですが打線の頑張りがあったね、素晴らしい。これで連敗ようやくストップ、ようやく泥の中から出れたわ。地上ってこんなに綺麗やったんやね、空気こんな美味しかったんだ、そういうことに気づけました。イエス、譲原ナイス、マイケンとの投げ合いに勝ったよ。打線もマイケンからよく打ったね。坂本も今季15号打ってくれてるし、素晴らしい。
ただ1回勝っただけやからね。はい、これで再び3位に上がることができました。ほんで横浜今中日と戦ってるんですが、中日相手にはしっかりと勝ってきたね。まあ、ヤクルトのスイープされてましたから横浜も連敗が続いてたんですけど、今日互いにストップですね。先ほどの勝利でこれで通算のヤクルト戦今季10勝目ということになりましたね。1回勝っただけやから2戦目勝たなきゃ意味ないで。続けては田口とマイコラスの投げ合いになりますね。ほんで今日は坂本が調子いいので、坂本とチームのピンチに注目したいと思います。田口久々の先発で結果残せるか。まあ、残せなくてとしてももう2軍に落とすことはないです。先ほど見た通りもうこのメンバーで進駐する勢いでいきますので、よっぽどの炎上がなければね。期待してるから裏切るな。いいピッチングしてくれてるピッチャーだったんでね、もともとはね。だ急遽おかしくなったんだ。おっまいおっまいまままままままい。あーダメだ、もうあの1球逃した俺に明日はない、未来はない、そして今日の試合の勝利も消えたかもしれない。もったいなさすぎんだろ今のは。悔やまれるな。よし、田口初回はゼロですね。打線も早めに田口に援護やってほしいが、まあ、でも田口は援護与えるとなんか打たれるイメージが強いんでね、ゼロの時だとなんか抑えてくれるな。でもこれはちょっとまずいかも。ランナー一塁三塁でバッター中村、ここ抑えれば次ピッチャーやからね、なんとか踏ん張りたい。この中村が打率高くてよく打たれてるからね。個人的に本当ヤクルトで一番苦手な選手ですわ。追い込んだ、スライダー、全力当てて、ブナイ、何でいけばいいんだよ、もう全部当ててくるやんけ。はい、フォアボール、ランナー満塁だ。でここでバッターマイコラス、パワーもあるよ、前進ですね。ここはスクイズ警戒していかないと。とりあえず2球外して、ちょっと来る気配は未だないですが、分かんないよ最終的にどう来るかはね。次が4球目、投げた、よし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 、第5球スクイズ三振。まあ、スクイズで来られては嫌な展開だったんですけどね、まあ、助かりましたわ。まだ終わってない、坂口もまだ怖いバッターだ。よく打たれてる。俺はあれだね、中村と坂口に多分一番打たれてるわ、ヤクルトの中では。本当なんか抑える術を知らないね。でも満塁だ、抑えないと勝利がない。三振イエース。とにかく低め低めに集めて勝ったわ。その結果のこの満塁でのピンチを乗り切った。あ、入ったね、よし1点先制、2点よ、4点。さっきからビッグイニングよく作るね。さあ田口踏ん張れ。 またもやこうやって援護が入ったらこうやってピンチが来ましたけども、まあ、それを抑えれば済む話やからね。打線の頑張りがやばいっす。前半戦に見れなかった光景だね。強くなったな、やっぱ。それは岡本の覚醒とかが、まあ関係ないけどね、今日スタメンで出してないですから。でもまずいな、その後打たれたら1点もやりたくないですね、個人的には。やっぱ、いやー、でもピッチャーに打たれたかと思ったらこれだ。二塁指揮誰、吉川、山本かですね。山本さんすごすぎね、菊池超えてるぜもうね。いやもう菊池はこのペナントにはいませんけども、いたとしても霞む存在になってるだろうね、この山本がいればね。あれ取れたのは大きいわ、もうゴッドプレーですね、今年ナンバーワンのプレーですわ。それぐらいの価値がある。あれにもうね、何千万払って、5000万くらい払っていいんじゃないですか、あのワンプレーだけね。さらに得点も入りましたし、もう守れ、守って勝とう、勝利はもう目前だ。ピンチが来てもピンチじゃない。あー田口もう十分ですね、よくやってくれたよ、久々の登板でね。あとはもう中継ぎで、宮国でできればロングリリーフでいきたいけどね。これだけの点差あるビハインド、何にもプレッシャーないと思うんでね、ここで打たれたら2軍行きだよ、さすがにね。ずっとね勝利の系統で使ってきた選手ですけど、ま、打たれないでしょ、調子もいいし。振らないねこの男、なんだこの選球が。坂本さんは取るんですね。はい、セカンド踏んでのアウトです。はいやー、
やばい、この二遊間の守備めちゃくちゃ硬いんですけど、これいたら負ける気がしないね。バッターとしてはちょっと結果残せてないんでね、あとは坂本に打席の結果がつけばもうパーフェクト試合なんだけど、まあいいでしょ、点差も空いてる、ここから何をしろ言うんだ、さらに空いたしね。でさらにこちらもピンチを招くしね。あのさ、さっき言ったそばからお前何してんの、この点差でこのピンチを招くってどういうことやねん。逆にすごいわ、これがプロという人なの。抑えて、はい、いきなりヒット。もうちょっと待って、またなんか始まる。もうチームを敗北に導く死神宮国また現れたよ。どうすんのお前、どう責任取んのこれ、毎回毎回よ、本当にいい加減にしろよお前。これ以上打たれた本当に軍行きだわ、もうええわ。嘘でしょ、もうなんか始まったんですけど、なんだよこれ、もうピッチャーチェンジだわ。何してくれてんねん本当、もうこのゲーム落としたら本当俺もうやめるよ、やらないよ、もうええわ、さすがにこれ勝てないんだったらもうやる価値ないよ。それぐらいのゲームですよこれ。なんでここからこんな展開になるんか本当わかんないけどね。犠牲フライでさらに得点入って、これで3点差だよ。意味がわからん本当に。でまだ一つのアウトしか取れてないからね。よし、抑えたね。もう宮国は出さない、もうええわ、2軍行きだ、あれはあかん、ビハインドでも使えないピッチャー、もう1軍に置いとけない、即刻2軍に落とします。落とす予定はなかったけどね。はい、坂本に一打が生まれた、あわやホームランだ。イエス、そんでまたこのツーベースから追加点欲しいね。3点差怖すぎる、あいつが出てくるからね。沢村が出てきて抑えたね、6対3、これで勝ち越し成功、3位を守りきりましたね。よかった、もう打線がやばい、まずそこだよね。本当に非常に価値ある勝利だね。ただやっぱね、横浜も負けてくれないね、中日相手にはなかなか詰め寄られねえよ。佐賀、宮国落として代わりにあげるのはね、まあスタミナもある怒りでいいんじゃないですか。あくまでも負け投手とかそういうビハインドの場面でしか使わないピッチャーですからね。まあそれすらもできない、ピッチャーには用はないです。あれだけの連敗の後のこの2連勝ですからね。最後のゲームはチャンスピンチで、そして菅野マウンドを託し、野手も調子のいい選手を並べてみましたので、これでスイープといきましょう。スイープってなったらいつぶりだろうな、まあ記憶にはないですね、もうだいぶ前、何ヶ月前になるんでしょうかね。なんならはもう昔々あるところにレベルの昔だと思いますけどね。頼むぞ菅野、ちょっとね完全回復はしてないんですよ、スタミナはね。ですからあまり長いイニングは引っ張らないように、早い段階のチェンジが必要ですけど、まあ、その短いイニングでもいいから任せた以上は抑えてほしいが、あー初回点は取れず、で菅野は相手をゼロで抑える、それがエースだ、やるなよ。いやーピンチが来たね、まあ、すでにもうスタミナはね半分近くですから、やっぱり体力的にちょっと厳しい部分はあるかな。よし、はい、三振、でもキレッキレ、大丈夫、今日は長いイニング投げなくていい、5回で降りてもいい、だからこそゼロで抑え、そして打線はいきなり1点を取り、またここもビッグイニングを作ろうか。3試合連続のビッグイニングを作るっていうのもありだけどね、勝つためにはやっぱ多くの点が必要、さっきの試合見たらわかるだろ、毎試合毎試合裏切り者がどこかに絶対出てくりますから、それが野手か投手かわからんけども、信用ねえんだよこのチームは本当ね、ファンビクつきながら見てるからね。よし、ちょうどありがとう、ベテランの力はやはり頼もしいな。2点目です。おお、でさらに得点入った、3-0、3-0からのさらにもっと奥深くへ取って、どうぞ。あーで頭こえたー、ありがとうさん、でライト雄平の肩はいいが、せーワウト、まったかも、今季何度雄平に刺されてんだよ。そうコリジョン、そもそもねあんなホーム追いかぶさってたらそら手入らないでしょ、ふざけんじゃねえよ。菅野6回のマウンドいけるか、あーもう1イニングいけますね、 QS はやっぱエースとしての最低条件でしょう。いったね、ナイス、ありがとう。さあもうさすがにここから交代でいつもの勝利の系統に入るのが正しいと思いますので、ここで任すはですね、誰でいこう、桜井行ってみようかな、桜井鵜飼という流れで行きたいが、で鵜飼出てきたね、鵜飼が抑えて最終回は沢村で、3点は不安だな、
うざいだね、ゲームセットよーし、ヤクルトスイープ成功だ。いやちょっとね、後半戦の開幕カードの広島戦ずっこけた感じはしましたが、その後すぐ修正してこの結果ですよ。 OK、 連敗の後の連勝3が続いてますからね。さあこの連勝が次どこまで伸びるのか期待してください。連敗は7まで伸びましたけど、その7をまず超えないとね、その分のやつを取り戻さないと。菅野今季12勝目、まあ体力ね、ほんと完全に回復した中での登板ではなかったが、やっぱりすごいピッチング、やっぱりエースやね。ただ横浜も中日をスイープしたのか、なのでゲーム差変わらず、もうこういうこともありますからね。だからこそ他のチームにも分けられないし、もう当然横浜との直接対決で勝たないとこの 8.5 ゲーム差っていうのは埋まるわけないからね。逆に広島はこの戦いまた勝ったので 0.5 ゲーム差、もう首位が入れ替わる感じになってきてますけどね。もうそろそろ、まあうちはそこからまだ外れてるけどね、その争いに加われてはないが、まあでもね、このヤクルト戦の連勝を生かして次も勝って、その争いに加わるようなね、そういう結果をですね、まあ残る43ゲームになりましたか、踏んでいきたいですね。後半戦は何も始まったばっかで、まだまだゲームはありますから、そこでいろんな激闘が待ってるでしょうね。でも最後に笑うのは俺だ俺だ俺だ、覚えておいてくれ。じゃあ今回の動画はねこれにて終わりにして、次回は8月の6日中日戦からのスタートになりますのでね、もう当然この中日も巻き込んでこの連勝を伸ばして、でその後に横浜戦がありますから、その直接対決でどうなるかというのは次回の動画お楽しみにね。今回ここまで見てくださった皆さんありがとう。グググググ、バイ、またおう。